では帰りの会始めます。何か報告ある人？シンシン旧メクトゲトイレ詰めらせまして、実は昨日もおととい今その前も詰めらせてまして、過去のことも報告。先生、この宿題って答え移してもいいんですか？ダメですよ。たかし移してます。これダメですよね。これもう退学ですよね。間接的に報告。後藤くん、宿題の答え移しちゃダメだよね。え、誰か言ったの？怖い怖い。匿名密告。よし、先生宿題配り忘れてる。いいぞ。はい、では皆さんさようなら。先生宿題配ってません。あと誠がまた便器詰まらせまして、宿題配り忘れしてき。もうなんで昼休みに郊外に出たの？僕はやめとけって言いました。僕はちゃんと止めました。だから全部かけるの責任です。注意しました。誠くん、かけるくん、たかしくんの3人が郊外に出たんだよね。違います。僕は見てただけで、僕は誠が郊外に出ておやつ食べて便器詰まらせたのを見てただけで。お感謝アピール。誠くん、なんでそんなことしたの？かけるにやろうって言われました。かけるが主犯です。かけるが一番の悪です。自分のせいじゃないアピール。やばい、図書室の本破れちゃった。めくとし図書室の本破いて先生に言う。お願い、言わないで。言え。絶対こそ不成立。にんにん、めくとし、さっき1組の山田さんがめくとしいつも一人で突っ込んでうるさいって言ってたよ。なんで僕に言うの？他人からの悪口密告。ごめんなさい、授業忘れてた。誰か呼びに来てほしかったな。かけるが呼びに行くなって言いました。かけるが全部たかしのせいです。言わなくていいことを報告。あ、やばい。あ、まことは呼ぼう呼ぼう、先生呼びに行こう。まことくん、好き好き好き。攻め立て連鎖。桐山に教科書貸したら落書きされた。僕も前された。先生に言おう、行った方がいいってね。誓っちゃおう。密告喚起。先生、桐山に教科書貸したら落書きされました。え、本当？はい、誠がそう言ってました。なすりつけ報告。先生、めくとが学校に食パン持ってきてまして。桐山くん、なんて言ったの？ありえない。先生、めくとが逆ギレしてきまして。二重報告。姫様、冗談でしょ。キスの前に目覚めないで、甘かな顔して。